長浜引山祭りとは、滋賀県長浜市で、毎年4月に開催される祭りで、京都の祇園祭り、高山市の鉱山祭と並んで、日本三大三社祭の一つに数えられる。長浜引山祭りの引山行事という名称で1979年2月3日に、重要向け民族文化財に指定された。2016年11月30日、 ユネスコ無形文化遺産に登録された山、保護、屋台行事の一つ。保存団体は、公益財団法人長浜引山文化協会。舞台付き引山での子供歌舞伎の上演を中心とした、旧長浜町内の祭りであり、毎年4月15日を中心とした、長浜八万宮の春の霊祭に奉納される。近世の長浜町に属する各町と、七京と呼ばれる。 隣接集落が参加し、13期の引山があり、そのうちの12期が子供歌舞伎を行い、毎年4期ずつ交代で巡行する。法王さ山の見送りには、現在の松坂屋の元を作った伊藤家によって、祭壇されて売り渡された、ベルギー・ブラバント産のトロイヤ戦争を題材にしたタペストリーが使われており、その傍れは、京都の祇園祭りの鳥鉾に使用されている。 貴婦人と三人の従者を描いた、皇王さ山飾り月綴り、大勢の槍を持つ武人を織り出した、大山飾り月綴りが、国の重要文化財に指定されている。祭りは4月9日の先行版に始まり、12日までの4日間は、和歌手による裸参り、13日未明に起こした遺構が、町内を林回ると、早朝から、なぎなた山と他の12基の引山が見てぐら迎えに、 謝産し、三越が、お旅所へ渡り、午後に、若手が出番んの順番を決める、くじ取り式に臨む。13日夕方引山の上で初めて、子供歌舞伎が演ぜられ、一番んは三番層を舞う。宵宮14日のり山は出番んを神社へ、栄光した後、子供歌舞伎の役者が、神社から町内へ練り渡る夕渡りがあり、15日朝には、神社へ向かう朝渡り、 なぎなた山による立ち渡りがある。15日の夕方から、出番さんが、順に、お旅所で子供歌舞伎を奉納する。長浜市引山博物館では1年を通して、本物の引山を展示し、映像等で長浜引山祭りの歴史や、見どころなどを見ることができる。長浜引山祭りの裸参りは、くじ取り式と呼ばれる行事で4つの山組の狂言、奉納順を決めるみくじを引く。 くじ取り時を盛り立てて良いくじが引けるように祈願し、祭礼本日の聖典と役者の健康、祭りの成功を祈るものである。また、祭りを迎えるまで体を酷使し、ストレスをためた若歌手のストレス発散の役割も果たしている。裸参りには以下のルールが定められている。ありがとうございます。